最近ですね、なんかもう本当にね、私たちってエネルギーなんだなということを痛感しています。もう本当にね、エネルギーなんだなって思うわけで、もう本当に手放せば、本当にその私たちってデフォルトは幸せなんですよ。わかります？デフォルトは幸せなので、楽しいことは自分で見つけていく、探していくの。デフォルトは幸せなので、そのことに多くの人たちはもう何て言うの、忘れてて、でじゃあどうやったら自分がもともと幸せなのかなって思い出せるのかっていうと、自分の不要なビリーフシステムを手放して統合していく、これだけなの。本当にそれだけなの。だからもう、私がその最近そのエイブラハム・ヒックスの言葉をまあずっと上げてて、まあ、ブログとかインスタとかフェイスブック、まあどれか見てくれたら見れるようになってるんだけど、何かその体の慢性的な痛みとか、こう問題がねあるって言ってる、そうやって文句を言ってる人っていうのは、それを言う前に必ず何かしら文句、例えば「ああもうあいつが本当に腹が立つんだ」とか「もう本当にあいつ嫌いなんだけど」とか、「もうあいつのこの態度が許せない」とか、「もうなんであんなことするんだろう、おかしいでしょ」とか、まあなあ、それがなんであれ文句言ってるよっていうことに気がついてないって言ってたんです。でそれ聞いた時にもうすごいハッてさせられたの。文句は文句ですって。文句は文句、本当にそうなの。ネガ、わかる？私たちって自分の出したものが自分に返ってくる。これが宇宙の原理原則、出したものが返ってくる。それがたとえ自分に正義があると思っていたとしても、文句を言うっていうことは、わかる？ネガティブなものが自分に戻ってくるってことなわけよ。これを知っているから、もういわゆる政治とか賢人とか、まあ、悟り開いてそうな人たちっていうのは文句を一切言わないわけよ。これを知ってたら文句なんて言えないの。だって言えば言うほど自分に返ってくるんだから。でそれをなんかそのコンセプトとして、本当私これ毎回言うんだけど、コンセプトとしては理解しているつもり、このつもりっていうのがめっちゃトリッキーだよね。自分ではもう本読んで「そうだよねそうだよね、わかるわかる」って言ってるんだけど、それをじゃあ自分の実生活でできてますかって言われると、できてない、できてなかった。そう、できてなかったんだな。でまあ、今回そのフランスに滞在中に、まあ、これ本当にね、非日常、まあ、私にとってはフランスにいるっていうのは非日常だったわけなんだけど、やっぱそういうところでね、こう自分をすごくやっぱ客観視できる機会っていうのをもらったわけ。たまたまその私が一緒に滞在していた友達が、まあ、私の本当に鏡のように、まあ、私が自分で全然こう気がついていない、手放した方がいいよ、それ変えた方がいいよっていうことを見せてくれたわけね。でそれを見ることによって、私はものすごくこう、人に例えば「あなたこういうふうにやってるよ、こういうところがね」って言われても「んなことないよ」とかって、こうやっぱり、なんていうのかな、聞く耳持たないところがやっぱあるんだよね、人って。だけどこう、なんていうのかな、自分がまあちょっとなんていうの、まあ被害者じゃないけど、こう嫌な気持ちになるようなこうものをこう見せられた時に、初めて自分が加害者だった時の立場を分かることができたんですよ。私もこれ今私すっごく嫌な気持ちになってるけど、でも私これと同じことを別の人にやってたなみたいな。
でそれはねすごいやっぱり衝撃的で、こうガツンってこう目をさまされるような感覚、ああこういうことだったのかみたいな、やっぱり自分がやっぱり当事者になって初めて分かることってあるんだなと本当に思いました。大反省です。ほいでなんかね、まあそういうことがいろいろあって、なんか私はあこれを手放そう、これは変えていかなきゃとかって、こうすごく、あとインテンスにっていうのは、なんちゅうの、こう短い時間にこうギュッと凝縮してですね、こうすごくこうなんていうの、もう本当毎回日本語がうまく出てこなくて 申し訳ない。まあこう本当にね、こうどん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 こう濃縮してギュッとで詰まって、濃い手放しの時間っていうのを持つことができたのね。でこの大事なのが本当にもう手放ししてこの統合する、これなわけで、自分の中に表面として、あこれが私にとってもう必要ない信念なんだなっていうことが認識できて、人は初めて手放せるわけですよ。だからこの認識するプロセスが実はめちゃめちゃ大事で、でその一人でこういても、なかなかですね、こう気がつかないのよね。やっぱりこうこれゆえに私たちやっぱり肉体持ってこう地球に来るっていうのはそこなんじゃないかと思うんだけど、もうまあその向こうの世界っていうのは、そのね、時間もないし、もう思ったらパンって起こるし、そのネガティブなことがそもそもないからっていうのもあるんだけど、まあここのさ地球にいるともう人がいるじゃないね。でそこでこう人とのこのインタラクション、コミュニケートすることによってやっぱり初めて気づけることってあると思うんだよね。まあ、それは私が、言霊使い養成講座っていうのをファシリテートもさせてもらう、今マスタートレーニーってのやってるんですけど、このコースもやっぱり一人だと気づけないけど、こう仲間がいるこうことによって、こうこのなんて仲間とのこのやり取りの中で、はっというこの気づきがね、やっぱりね起こるわけだから、その一人でももしかしたらできるかもしれない、でも一人だと5年かかるかもしれないことが、仲間がいることによってこの5年っていうのがギュギュンとこう凝縮されて、1週間とかさ、1月とかさになっちゃったりするわけですよ。やっぱそのためにやっぱりその人との関わりっていうのは大事なんだなと、なんかね思いました、つくづくと。なんか本当にね、今ねそのこう手放し手放し手放しっていうのをこう行っていって、そうすると本当に周りが変わるんですよ。もう本当になんちゅうの、自分が想像もしてなかった形で物事がやってくんの。面白くてたまんない。もう結局本当に自分次第なんだなっていうのがすっごいよくわかるわけ。でこれもまたさ、コンセプトとして私本当にずっとまあ言ってきてるんだけど、でももう本当にね、なんかそれがもう実体験としてこうやってくると、この喜びってなんちゅうの、もうなんちゅうの、やめられない感じだから、もう本当に自分が源で、もうとことん全ては自分次第なんだって、もう何が起こってても、その他の人に文句を言ってる場合じゃない。もちろんそのコレクティブコンシャスネスといって、みんなの集合意識が起こしていることっていうのはあるんですよ。だからそれっていうのは、その自分が変わったからといってすぐには変わんない。もうこれはある一定の人数が変わっていかないと、変わっていかないことももちろんあるんだけれども、その自分のその人生っていうのだけを見た時には、自分が変わればマジで変わるんですよ、外が本当に。
なんかね、それを今ものすごくこう体験させてもらってて、そうなってくるとね、もう本当にね、外に目なんか向かないよ。だって自分さえもっともっともっと変容していったら、もっともっともっと楽しくなるんだもん。そうするともうベクトルは自分、矢印は自分、もう自分だけを変えていけばいい、自分のこの不要なものだけを取り除いていけばいいっていうのが分かるので、もうね、もう本当に周りなんかどうでもよくなる。もう自分だけ、もう自分をより変容させるために何ができるのって、もうそこしか目がいかなくなる。これってすごいなと私は思いました。はい、なのでね、なんかすごい、まあ、本当にもういろんなことが起こってて、ちょっともういろいろ興奮することがたくさん起こっててワクワクなんですよ。なので、今もし本当になんかこう楽しくないとか、何かうまくいかないとか、もう本当にこの世の中どうなっちゃうのとかって心配している人がいたら、とにかく自分に目を向けてください。